の業界っていつでもおはようございますじゃないですか。そうですね。夕方の5時に、行ってもおはようございますですね。じゃないですか、はい、でそれに慣れきっちゃうと、例えばそのマンション内での、その近隣の方とのご挨拶の時にこんにちはとか、はいはい、こんばんはとかが妙に照れくさいというか、変に慣れちゃったから、その、嫌な業界のさ自分でも染まっちゃったなって思う時あるのよ。夜中のことをてっぺんって言ったりとかそうそう、なんかそういうのに染まっちゃうとさ、あ、こんばんはって言ってる俺って思ってでもこんばんははね、言いますよね。言います、私もマンションでこう、朝出てくる時におはようございますって言って、昼だとこんにちはで、夜だとあ、こんばんはって言いますね。おはようございますってなんか間違えて言っちゃった時もなんか恥ずかしいし、あ、それ本当恥ずかしいですね。うわ、この人業界人、さすが東京03の飯塚さんだ。やっぱり芸能人ってすごいってなっちゃうから